スマート J-COM ボックスと録画機器を AV ケーブルでつなげる場合、スマート J-COM ボックス背面のテレビ出力をご確認ください。すでに AV ケーブルで接続されている場合、その接続先がテレビか録画機器であるかをお確かめください。接続先が他の録画機器だった場合、現在の録画機器へつなぎ替えが必要です。現在の録画機器の AV 入力から黄色、白、赤のピンプラグを外します。抜いたピンプラグを新しい録画機器の AV 入力に色を合わせて差し込みます。スマート J-COM ボックスと録画機器は AV ケーブルでの接続または LAN 接続のみとなります。 AV ケーブルの接続先がテレビだった場合、スマート J-COM ボックスとテレビをAV ケーブル接続から HDMI ケーブル接続につなぎ替える必要があります。新たに HDMI ケーブルをご用意ください。 HDMI ケーブルは HDMI 規格に準拠した HDMI ロゴのついたケーブルをご使用ください。 3D 映像の番組をご覧いただくためには3D 対応 HDMI ケーブルで接続してください。用意した HDMI ケーブルの一方をスマート J-COM ボックス背面の HDMI 出力に差し込みます。 HDMI ケーブルのもう一方をテレビの HDMI 入力に差し込みます。次にスマート J-COM ボックスと録画機器を AV ケーブルで接続します。テレビの AV 入力から黄色、白、赤のピンプラグを外します。抜いたピンプラグを録画機器の AV 入力に色を合わせて差し込みます。以上で接続は完了です。スマート J-COM ボックス背面のテレビ出力が空いていて、新たに録画機器を接続する場合、AV ケーブルをご用意ください。AV ケーブルは、一方が4極ミニプラグ、もう一方が黄色、白、赤の RCA ピンプラグとなる変換ケーブルを使用してください。用意した AV ケーブルの4極ミニプラグ側をスマート J-COM ボックス背面のテレビ出力に差し込みます。 AV ケーブルのピンプラグ側を録画機器の AV 入力に色を合わせて差し込みます。以上でスマート J-COM ボックスと録画機器のAV ケーブル接続は完了です。録画する場合、スマート J-COM ボックスのリモコンで録画したいチャンネルを選曲し、録画機器のリモコンで録画を開始してください。録画しているときにスマート J-COM ボックスを操作すると、操作した通りの画面が録画されますのでご注意ください。